はい、皆様、こんにちは、カズチューブです。今日は日曜日、2月の6日の日曜日、キャンプに入って初めての日曜日、たくさんのファンの方々が速見スタジアムに、集まっていました。なんか有観客になったなという感じが昨日今日としたんですが、昨日は寒かったんでね。で、今日は日曜日、気温は日中の最高気温9度、いいお天気でした。もうほとんど雲がないという快晴だったんですけども、昨日に比べて風が弱かったので、体感の温度、最高気温だけ見ますと昨日よりも1度ほど低いということなんですが、実際体で感じる、その気温というのは昨日よりも随分マシでした。でもやっぱり寒かったんですけどもね。さて、そんな中ですね、今日は実は11時前にはメイングラウンドのお客様、もう9時半ぐらいから選手は集合し始めてるんですが、11時前に、どうぞ球場の外に出てくださいということを、お客さんも報道陣も全部シャットアウトで、我々も、窓にはブラインドを下ろして、グラウンドが見えない状況に、なって、11時からは秘密のサイン練習が行われました。シャットアウト、放送でも映せないという、そんな、感じではあったんですが、去年もありましたね。去年は確か星野さんと一緒にやった時に、第一クールでしたね、秘密のサイン練習がありまして、で今日もそれが行われました。今日は第二クール2日目なんですが、その中で、サイン練習ということもありまして、普段は今 B 組の方で調整をしています足立選手、 T 岡田選手、紅林選手も、A のグラウンドに呼ばれまして、メイングラウンドに呼ばれまして、サインプレーの練習が行われました。秘密の練習ですよね。なかなかスペシャルな、サインプレーということもありまして、報道陣もお客様も、シャットアウト、もちろんテレビカメラも、映しちゃダメというような中で、30分ほど、こういったサインの確認などが行われました。以前はね、こういったサインプレーあった時には室内練習場をね、全くシャットアウトにして、という感じではあったんだけども、去年からグラウンドを使ってということ、密になっちゃいけないということもあるし、実際グラウンドを使った方がより実戦に近いということになりますんでね、そういう形で行われました。気にはなるんですけどもね、ちょっとブラインドからコッと覗いてみるんですが、そこはもう覗いちゃいけないんで、一瞬見るんですが何かわからないというような感じの練習が行われておりました。はい、そんな感じで徐々にこう実戦形式の、練習が多くなってきました。本当、中島監督おっしゃるように、第一クールは本当大事に入って、っていう感じだったんだけども、第二クールに入ってからはサインプレー、秘密のサインプレーも練習も行われまして、で明日はね、ライブ BP、 つまりフリーバッティングに実際の、バッティングピッチャーの方とか、バッティングマシンではなくてピッチャーがマウンドに上がって、投げるということですね。何人か投げますということ、明日明後日はそんな感じの練習がありますね。いよいよライブ BP も始まるということ、ということ、BP、バッティングプラクティスというね、いわゆるライブです。実際のピッチャーが生で投げて、それを選手打つというフリーバッティングです。それが行われます。そして今日ブルペンには、まず田嶋投手が初めてブルペンに入りましたね。そして昨日合流したばかりの宮城投手もブルペンということになりまして、田嶋投手結構力入ってましたね。もう結構出来上がってるのかなというような感じのピッチングでした。で今日は番組中にもインタビューに出てくれまして、とにかく状態は今いい感じで来てるんでね、今年は何としても2桁勝ちたいというようなことを話してくれましたし、楽しみ、順調な、このキャンプ送ってるのかなっていう、過去2年はね、いずれも規定投球回到達なんだけども、やっぱりここは、自身で、勝ち星、去年8勝8敗、という数字だったんで、ここで貯金を作っていくということが条件で、2桁勝利ということですね。期待できそうな感じ、いつも通り落ち着いた感じで淡々と喋ってくれました。さすがザッツ田嶋大輝っていう感じでしたね。で宮城投手も昨日合流して、近々入ると昨日の練習後に言ってくれていたんだけども、今日もいきなりブルペンに入って、100% じゃないかもしれませんけれども、ピッチング練習を行ってということになりました。この時期すぐに昨日合流してね、もうブルペンでの投球ができるということなんで、大丈夫ですねと僕は思いました。
そして今日はベテラン平野佳寿投手がマウンドに、上がった、ブルペンのマウンドに上がったということで、まあ、今日は、初のブルペンで35球を、投じたということになりました。花粉飛んでますわいやね、風邪じゃないよ、花粉だこれで、まあ、非常にいい感じで今日投げることができた。まだ全然 100% じゃない。本当にこう、マウンドの傾斜を確かめながら投げるという軽めのピッチングの35球だったんだけども、非常にいい感じで来ているということですから、去年が2月の途中、キャンプの途中にこの復帰入団会見がありましたんでね、まあ、そこからのスタートだったんで、それから比べるともう第2クールで投げている、ブルペンに入ったというのは去年よりも早いですね。まあ、本人も1月からしっかりもうトレーニングはしているんで、自主トレが、まあ、非常に状態もいいし、まあ、段階を踏んでやってるということですね。で、まあ、去年はね、キャンプ中の入団会見で、まあ、球団への恩返し、オリックスへの恩返しということもあって優勝を目指したいという話をしていたんだけども、まさにそれが有言実行だったんですね。で、今シーズンに関しては、まあ、去年のシーズンというのは、まあ、29セーブ、シーズンの後半にはクローザーとしてもう素晴らしい活躍を見せてくれたんですけども、去年1ヶ月ほどの離脱があったんで、まあ、今シーズンはそこをなくしていきたいということ、つまりフルシーズンということ、怪我の ないようにということで、本人は語ってくれました。まあ、離脱がなければもちろん数字も残ってくるしということで、まあ、200セーブであるとか800試合登板日米通算ですね、まあ、そういった数字も見えてくるので、まあ自分としてはそれほど気にはしていないんだけども、まあ、しっかり投げた結果そういう数字もついてくればいいなという話をしていました。で、実際にまあオリックスのピッチャー陣の中では、まあ、もう年長の部類に入ってきますんで、若い選手の若いピッチャーに対してはどんなイメージをお持ちですかって、本当にこう可能性のある力のあるピッチャーが多いという印象もあるし、で去年は優勝できたし、で自分としても優勝を味わって特別な喜びというのを感じることができたんでね、でやっぱりこのあと強いオリックスバファローズになっていくためにはやっぱりこういった勝ち続けることも非常に重要だということで、今年ももちろん優勝を目指して頑張るし、そういった喜びをねいろんな選手が感じることによって、優勝というところにの思いがまた強くなってくるであろうということなんで、そこを目指していきたいという話をしていましたね。本当にこの先強いオリックスであるためにはやっぱりこう勝ち続けていかないといけない、今シーズンが重要なんだということを平野投手が話してくれました。まあ、その中で自分ももちろん、活躍したいという思いは強いという話をね、してくれました。非常にいい状態で、まあ、今日ブルペンに入って、投げてくれたということです。まあ、本当にここまではまあゆっくりと入ったというのもあるんですけども、非常に順調で、怪我人の情報なども聞いていませんしね、まあ、みんなが順調に過ごすというこのキャンプ第2クール2日目終わったということですね。まあ、しかし有観客になって、まあ、それでもまだまん延防止等重点措置が取られています、宮崎ですから、なかなか県外からの、まあ来訪を自粛してくださいということを自治体なんか言ってるんですが、まあ、それでもね、結構たくさんのお客さんが、まあ、感染対策をしながら、という中で観戦に訪れ、まあ、観戦というか、キャンプを見に来てくださったということなんでね、やっぱりこう有観客でありがたいですね。選手もやっぱりそういった、ファンの視線であるとかっていうのはやっぱり励みになるということを話していましたんでね、まあ、今日はたくさんのファンが詰めかけてくださった、オリックス宮崎キャンプ速建スタジアムということになりました。さあ明日は月曜日です。さっきも申し上げました、まあ、ライブ打撃練習、実際にピッチャーがマウンドに上がってきたボールをバッターが打つというね、そんな練習も組み込まれるようなので予定では、まあ、その辺のところをしっかりと、キャンプの中継の中でもお伝えできればなというふうに思っております。というわけで、今回もご視聴本当にありがとうございました。まだ明るいという宮崎ではありますけどもね、今日の第2クール2日目の模様を、まとめてザザッとお伝えしてまいりました。で今日ね、そうそう、中継中のテレビのインタビューには、足立選手も来てくれました。足立さんがねやっぱり元気そうで何より、まあ、一応ファーストミットも用意しているという話をしていましたが、まあ、とにかく、まあ、それはもう
いざそういう場面になった時にこう対応できるようにという話をされてましたし、まあ、いろんなところを守った方がチームにとっても自分にとってもいいはずだということ、まあ、とにかく体調今のところいいんでね、まあ、しっかりその体調管理をしながら多くのゲームに出たいという話をしていました。若手はちょっと静かですねという話でもっと声を出してほしいなんていう若手への注文もありましたけどもね。足立選手元気でした。で、太田選手も今日インタビューに来てくれて、確実性をしっかり上げていきたいという話。まあでも去年はね、開幕一軍スタメンというところで、一つの目標は達成したんだけども、やっぱりその後ファームに行った。で、シーズンの終盤に一軍に上がって、あと日本シリーズも出ることができた。まあそのいいイメージでね、今シーズンに持っていければという話。田島投手もインタビューに答えてくれて、まあ本当に、気持ちにこう波風を立てないというのが、まあ、去年のテーマでもあったんだけども、今年もそんな感じで淡々と答えてくれて、やっぱりこう2年続けて、規定投球回到達というのも自信になっているんでしょうね。2桁勝ちたいなんて話もしてくれました。今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日もキャンプ中継ぜひご覧ください。 J スポーツで午前11時スタートになっています。今回もご視聴ありがとうございました。